フリーがギンギンに演奏してくれてますけどもね、はい、とにかく今日はねもう雨が降ったりやんだり、さっきも言ったけどもね、だからこの演奏者の方もずぶ濡れ ね、また見る方も濡れてね、濡れ水の中に、はい、乾いたり濡れたりの大変でしたけどもね、この今演奏してるフリーね、はい、非常にこのミステリアスなグループというか不思議なグループでね、はい、もちろんロックファンのみんなが知ってると思うけどもね、今から4年前の1968年に、はい、まあデビューしたわけですね、はい、当時のメンバーがポール・ロジャース、ポール・コゾフ、ソレン・サイモン・カーク、アンディ・フレーザーとで、フリーとしてねデビューして以来 LP なんかももういろんな、フリーナンバーワンとかね、はい、ファイア&ウォーターとかハイウェイとか ELP をたくさん出してね、はい、70年にはあのオールライトナウのビッグヒットを飛ばしましたね、はい、そして去年4月に日本に来たわけですけども、どういうわけかこの日本に来て帰ると同時に解散しちゃってね、はい、みんなメンバーはそれぞれこう別のグループで活躍して、はい、で今回また来日というわけでね、オリジナルメンバーが4人で来るという予定だったんですけども、これまたどういうわけか、はい、2人来ましてね、はいはい、サイモン・カークとポール・ロジャース、はい、で急遽これにね山内哲君っていうね日本人の素晴らしい、ミュージシャンが入って、はい、これにまたまたねゲストミュージシャンというかね、はい、彼らの仲間のラビットさんがね、はい、入って4人でめでたく演奏したというわけです ね、このサイモン・カークさんはなんか盲腸炎で、急性盲腸でね、はい、大変だったらしいですけどもね、はい、その前に素晴らしい演奏を見せてくれました、それじゃあ今度はまたフリーですけどもね、はい、また新しい曲聴いてみましょう、はい、アンシーン・ラブですね、はい、we'll be right back.
Thank you.
い、フリーのまずハートブレイカーが終わりましたけどもね、はい、今夜の後楽もやっぱり台風のね影響がちょっとあってね、本当に、雨が降ったり止んだりちょっと変な天気だったけどもね、はい、それをめげず本当傘さしたりびしょびしょに濡れながらも頑張ってました。3万人以上の皆さんがねガッと押し寄せましてね、延々、はい、3時間以上にわたる熱演コンサートが行われましたけども、ね、なかなかフリー、新編成ながら、立派でね延々、ね、と行かせてくれました。はい、ハートブレイカーについてはね、皆さんおなじみの曲が出てきましたね、はい、本気にトンク夢を演奏します。Oh, oh, 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 oh
listen to the biggest hit for the free, all right now. There she stood in the street, smiling for